ばい、やばいです。はい、はい、はい、こんにちは、みこです。今日は北海道にあるデカ盛りのお店に行ってみたいと思います。場所は滝川で、結構昔からあったお店ですね、喫茶マリンというお店ですね。噂ではですね、かなりすごい大盛りということなので食べられるか自信はありませんが、挑戦してみたいと思います。はい、お店に着きました。喫茶マリンです。では早速行ってみたいと思います。今日頼んだのは天丼とカツカレーとエビ天丼です。全部普通サイズで頼みました。はい、カツカレー来ました。めっちゃ量大きいです。ご飯もぐわーっと、はい、サラダもつくみたいですね。串に漬けとすごい大盛りです。やばい、やばいです。めっちゃでかい天丼です。すごい、すごい量です。すごいタワーになってる。はい、はい、エビ天丼です。すごい、ご飯もびっしり詰まってます。6本。はい、エビ好きにはたまらない。すごい大きいです。食べれるかが心配ですが、頑張って食べます。あ、これがいい。顎がちょっと疲れてきました。普段あんまり食べないのでだいぶ、ね、疲れてきて。みんなになぜ普通盛りを頼んだのかと責められてます。ご飯半分もできたんです。なんなら4分の1もできたんです。でも挑戦なので普通にしてみました。頑張ってます。はい、エビ天丼弟完食しました。余裕みたいです。もう結構食べたんです。うん、うん、その割にはかなり
なり本当にすごいくらいに頑張りました。だけど結構お腹いっぱいになって今、弟くんヘルプが出ました。すごいすごい、弟くんめっちゃ食べてる。ヘルプが入ったのでだいぶ減りました。これ最後食べれそうです。頑張ります。はい、食べました。ちょっとねヘルプも入りましたが、なんとか食べれきりました。お腹いっぱいになりました。でもなんとか。はい、ごちそうさまでした。すごく美味しかったです。お腹もいっぱいです。出たかなお腹が。はい、喫茶マリンさんですね。お店結構可愛らしい絵が描いてあってすぐ分かりますね。はい、駐車場ですね。駐車場はあのお店の前にあります。道路向かいですね。道路向かいにあります。こちらへんですね。こんな感じで真向かいです。天気もすごく良くて良かったです。滝川までドライブでした。